はい、こんにちは、メゾンブランシュの加藤です。ですね、昨今 TPP の、話題が、すごくテレビなんかで、賑わしているんですが、これから先、いろんな外国製品が、日本に入ってきます。そうすると、私たちの、選択肢もいろいろ広がっていくはずだとは思います。今でも、国産のもの、特に国産の中でも、例えば、バターでしたら、うちの店はもうずっと長い間宮崎の高千穂の、高千穂発酵バターを、使ってるんですが、単純にこれより、美味しいバターが入るならば、ひょっとしたら、変わることもあるかもしれませんし、そうじゃなければ、このまま使い続けることになると思います。ただ物の価格っていうのは面白いもので、税金によっても大きく変わるんでしょうけど、最終的にそれを決めるのは、皆さんお客様であったり、我々プロの料理人であったりするんですけど、例えば牛肉、神戸ビーフって、すごく高いんですね。で、なぜ高いかというとですね、手間も暇もかかっているし、当然美味しいし、他の産地のものよりも、一段と味も美味しい、そうなのかもしれないんですけど、それ以上にですね、非常に神戸牛の特徴としまして、マッチョなんですよね。で、非常にロースト、フィレとか、主要となる、部位が非常に大きいんですね。ということは、非常に牛全体としてもぶどまりがいい牛になるんです。ですから、少々、2割増しぐらいの、お値段で買っても、それは十分価値があるというふうに、なるんですね。うちアワビ、もう一年中って大げさかな、かなりアワビの量を使うんですが、いろんなアワビ使いました。北海道のエゾアワビとか、三陸のアワビ、それから長崎、それから伊勢、いろんなところのアワビ使ったんですけど、やっぱり、淡路島、徳島のアワビをしか今は使ってません。当然お値段すごく高いんですね。お値段すごく高いんですけど、皆さんご存知のようにこうアワビのボトムがあるんですけど、ボトムすごく深いんですね。で、結局のところ、加熱として使ってもぶどまりが非常にいいんですね。ですから、その分のお値段が、そこに生じてるんだなというふうに思います。やっぱり物の価格っていうのはうまいことできていて、安い安価なものが必ずしもいいものではなく、いわゆる原価が高いからこそ、それ以上の価値があるというものを、しっかりと見極めていかないと、いけないんじゃないかなと。車も、これはアマダイとサンマを比べた話ではなく、同じアマダイ同士でも、産地、それから当然見た目によってぶどまりの良さとか、当然大きなものには油も持ってるし、そのプラスアルファも含めて価格っていうものはうまいこと、できているなと、そんなふうに思います。